どうも他のゼミナール、111回目ですね。ワンワンワンということで、犬じゃある前に、また日本の敵ですね、渡辺正一先生、馬淵睦夫大使の教授ですね、飛鳥新社でございます。そして今回はですね、こちらですね、はい、第6章の権力の座から引きずり落とされたワスプ。やっぱこう2014年代からこういったことをですね、馬淵睦夫先生がずっとおっしゃってたのかなと思うと、やっぱりまだまだ浸透してませんね。共にですね、精神武装をですねしていきましょうということでですね、馬淵睦夫、もう一つ日本人が見落としている重大な事実は、ワスプがアメリカの権力構造から滑り落ちたことです。アメリカの宗教精神的な対外膨張思想はワスプの思想とされ、帝国主義的な対策に具現化されていたわけですが、その後第一次世界大戦から第二次世界大戦終結までの間に、アメリカ帝国の実質的な権力の担い手はワスプから前章で説明したユダヤ金融勢力にとって代わられたと私は見ています。ワスプはアメリカの建国の精神に基づいて世界のフロンティアを拡大し、遅れたアジアなどの国々をアメリカ化しようとしていました。しかしユダヤ金融勢力は表向き世界をアメリカ化する対外政策を続けられているけれども、実質的にはワスプに代わって金融覇権を拡張する国際主義、社会主義を広げようとしている。ユダヤ社会の中でも主導的な地位を担っている金融資本家が自由貿易やグローバリズムの名のもとに世界のルールを変え、フロンティアを広げていく背後にアメリカという国の権力構造の根本的な変質があると私は考えています。これらの動きはユダヤ人固有の問題というよりユダヤ思想の問題と考えるべきです。国際主義思想や社会主義思想とユダヤ人は結びついています。先にポール・ジョンソンの言い分を見た通り、社会主義はそもそもユダヤ人の思想です。彼ら自身インターナショナリズム、グローバル思想が自分たちに合うと認めている。国を持たないユダヤ人にとって国境がない方がいい。例えばマルクス・レーニン主義に基づく国際共産主義運動に第三インターナショナル、かっこコミンテルンや青年インターナショナルがありましたが、世界革命を目指すという点でユダヤ思想そのものでした。もっともスターリンの変説で一国社会主義論が支配的になると、実質上ソ連外交の機関になり、インターナショナルは解散となります。1943年、私はスターリンが国際金融家たちの力を借りて世界革命を追求するのをやめ、先に述べたチャイナと、合併会社の、挫折で見た通り、ソ連一国の利益を優先させるようになったため、金融財閥と利害が衝突した結果、国内で権力闘争が激化して粛清がエスカレートし、1953年朝鮮戦争休戦の前に暗殺されてしまったと考えています。国際主義思想のもう一つの側面は、国家主権を制限する国際組織の成立です。例えば第一次世界大戦後にウィルソン大統領、ウッドロー・ウィルソンですね、の呼びかけで発足した国際連盟、
米国議会で賛成票が3分の2に達しなかったため、アメリカは加盟しませんでした。そもそも国際連邦の、思想自体が国境の敷居を下げ、各国の主権を制限する国際組織ですから、ユダヤ思想にかなったものです。第二次大戦前によると、アメリカ国内での社会主義が力を持ちました。ルーズベルト大統領のニューディール政策は、失業者の救済など虐げられた人たちのための政策でもありましたから、まさに社会主義です。ユダヤ思想のもう一つの特徴が、この虐げられた人々を解放するという思想です。ユダヤ民族の解放のため、全人類を解放する。ルソー以来の、解放思想の危険性は、世界の少数派に団結して多数派に反乱を起こせとけしかける。そして自分たちユダヤ人がその主権を握るのが共産主義革命であり、人民戦線方式であった。世界のあらゆる虐げられた人々、貧乏人ですね、社会的弱者に主流派に反抗して自らを解放しろと吹き込むのです。ユダヤ思想は日本にも深い影響を及ぼしていて、左翼リベラルや社会主義者、マイノリティ、在日や、いわゆる、非差別部落、貧困層に対して社会の秩序やマジョリティに反乱せよと呼びかけている。その行き継ぐ先は世界解放思想であり、国境をなくし、国家をなくせば虐げられた人たちは解放されるというファンタジー、幻想です。左翼知識人は、事実上ウォール街が、推進している世界のグローバル化と格差拡大運動の代理人として使われているのです。こうなった理由の一つは、アメリカでの言論戦、思想戦にユダヤ人が勝利したからです。アメリカには19世紀終わり頃からユダヤ移民が増加し、主としてロシアから200万人もやってきました。彼らは黒人、アジア系、ヒスパニック系らのマイノリティと一緒になって、ワスプが権力を独占しているのはけしからんと引きずり下ろした。オバマ大統領の外交問題顧問で元国家安全保障問題担当大統領補佐官として、アメリカ政治に大きな影響力を持つズビグニュー・ブレジンスキーは、ワスプを、没落させ、アメリカを動かすようになったのは自分たちユダヤ系だと認めています。ワスプの地位の低下とユダヤ系アメリカ人の台頭とは時期が一致する。孤独な帝国アメリカ、朝日新聞社で書かれている。アメリカ社会は様々なエスニックグループ、田舎ですねによって文化的政治的に多様化し、アメリカのアイデンティティは多様化した。そのように仕向けたのはユダヤ系移民だと。ユダヤ系アメリカ人が台頭してきたのは20世紀になってからです。1880年に大量のロシア系ユダヤ人が入ってきて、30年後くらいから力を得てきた。彼らは一生懸命コツコツと働いて、一世代かけて台頭してきました。ブレジンスキーは同書で、少数民族の地位向上をマイノリティが共同で働きかけることにより、最強だったワスプの影響力を低下させる方法を取ったと書いています。ワスプ没落の後、ユダヤ社会がアメリカ社会の支配的エリートになったと公言しているのです。その証拠の一つが連邦最高裁判所の判事の構成です。ワスプどころかプロテスタントが一人もいない状況になっているのです。これまた面白いですよね。続きはね、そのまた次にさせていただこうかなと思ってるんですけどね。本当に
アメリカの、権力を握っていたワスプですね、ブレジンスキーというね、ユダヤ人、外交問題顧問で、元国家安全保障問題担当大統領補佐官のブレジンスキーですね、アメリカ政治に大きな影響力を、ね、持ったブレジンスキーがワスプを没落させアメリカを動かすようになったのは自分たちユダヤ系と、ね、朝日新聞社の孤独な帝国アメリカで書かれていると。で、1960年代ぐらいから公民権運動っていうのが、キング牧師とかね、I have a dream とかいう感じで、私には夢がありますみたいな感じで、黒人の地位を向上させながら、かつ、ワスプからユダヤ人が握ったのであるっていうことをですね、ここら辺で書いてますし、そしてですね、この面白かったのがですね、スターリンっていう、日本では悪者とされてる人なんですけれども、スターリンはね、ユダヤ人じゃないんですよね。スラブ系でもないんですけれども、スターリンが国際金融家たちの力を借りて世界革命を追求するのを止め、先に述べたチャイナとの、合併会社の、挫折で見た通り、ソ連一国の利益を優先させるようになったと。つまりロシア、ソ連のものはソ連の民で使うぞというふうな形にして、そのため金融財閥と利害が衝突した結果、国内で権力闘争は激化して粛清がエスカレートし、1953年に朝鮮戦争休戦の前にスターリンが暗殺されていると、ね、これはやっぱ面白いですね。で、レーニンが死んだ後にどっちがソ連邦を握るかという形で、トロツキーとスターリンが、権力争いをして、スターリンが勝つと。で、トロツキーっていう、第4インター系ですね、これがメキシコに逃げて、でメキシコから、トロツキーはメキシコで暗殺されてしまうんですが、アービング・クリストルって言ってですね、アメリカのメディアを作ったのが実は第4インター系のトロツキリズム、トロツキリストたちですね。彼らがアメリカのメディアを作ってるんですね。ですから今ディープステートと言われている人たちっていうのは、トロツキリズムですね、トロツキの、いわゆる子孫たちが、アメリカのメディアを握ってると考えると、なぜアメリカが左翼なのか、ね、1913年に FRB ができて、ソ連邦も1917年にボルシェビック革命が起きて、アメリカを金融を握っ、アメリカの金融を握ったものと実は、ボルシェビック革命、ロシア革命を起こして、んでドイツを、なんだったかな、ワイマール共和国ですね、にしたのも同じ組織なんですね。これが分かった時に、なぜヒトラーが台頭してきて、ヒトラーを潰さざるを得なくなって、かつ、ヒトラーを容認するとヨーロッパでは逮捕されてしまうと。つまりヒトラーがなぜ、当時のそのドイツの国民に、多数派の人から支持をされて出てきたのかっていうのを勉強していくと、どの組織がロシア革命を起こして FRB を作って、 FRB っていうのはウォール街とシティの、銀行家ですよね、金融資本家が全部株を持ってるわけですね。でロシア革命を起こしてロシアにあった財宝をですね、ヨーロッパで売ってお金を稼いで、
本当に荒稼ぎをしまくってたと。そういったことが分かると、まあなんていうんですかね、中東のいわゆるサイクスピコ条約ですね。こちらの、中東の利権とかディバイドアンドコンカーが分かると、朝鮮戦争、なぜ韓国と北朝鮮、韓国の場合はもうソウルがすぐ目の前にありますから、北朝鮮と戦争すると負けちゃいますよね。もう何千万人が死にますから。どうしてこんなところに国境線を引くのか。でどうして竹島は日本なのに独島という形で、そういうあのいつでもその隣国が仲が悪いようにされてしまっているのかっていうのが分かってくると思いますね。だからワンオブゼムなんですね。つまり、一つの組織が今世界の秩序をコントロールしている。でそのコントロールしている秩序がほころびが出たのがブレグジットなんですね。これは2016年です。ちょうど4年前ですね。でブレグジットが起きた、流れで、またヒラリー・クリントンって言ってそういう、1914年ですね、第一次世界大戦から後ろからお金を出す。1913年に、タクト大統領じゃなくてウッドロー・ウィルソンを大統領にさせた組織をひっくり返した。ここが結構大きな分岐点なんですね。それがやっぱりこういうあのアメリカを知る、アメリカを知ることで、今起きていることも、だいぶ見えてくる。でまあしかし日本は、昭和天皇が耐え難きを耐え忍び難きを忍びと言って、我々日本国民を信じたんですけれども、もう日本人と来たら一度戦争に負けたからといってもう精神までやられてしまってますから、まあもはやこれまでなのかもしれません。それではまた続きを、どっかで会いましょう。それではごきげんよう。